この前さ、はい、立花さんが動画で、うん、大津彩香が警察に呼ばれてるらしいでつ動画を出して、うん、それに速攻でどうそですってどうそです、もうどうそがもう流行り言葉になってからな、流行り言葉製造人の俺としてはちょっと悔しいんだけどな、あその流行りは俺が作りたかったと思ったんだけどさ、まあ、どうそが流行ってるやんか、で動画つくどうつけてなんか言うのが流行ってんねん界隈ではな、うんうん、でだからそれさ、それのあの立花さんのネタ元であるエンターテイナー折原さんの、うん、まああのスペース X のスペースの切り抜きが出てきたんで、うん、まあ聞くのはやめとこうか、うん、まあ俺が解説するとな、まあ、15秒ぐらいなもんやからさ、うん、説明するけどさ、うん、まあスペースでさ質問が来たみたいで、うん、大津彩香がその立花、うん、さんの出した動画、うん、警察に呼ばれてるってことがどう嘘ですって言ってますけどどうなんですかって質問が来たわけ、うん、でエンターテイナー折原さんにそれに対する答えが、ああ、大津彩香の方が嘘ですね。で、エンターテイナーで折原さんが言ってただけやからね。うん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 、俺はそれをそのまま伝えてるだけやからね。うんうん。ま、うん、あ、大津はもう自分の都合のいいようにするために、まあ、平気で印象操作する女なんで、女やったか人間やったか忘れたけど、正しくはないかもしれんけど、そのようなことをおっしゃってましたよ。なるほどね、と思って。まあ、それでもまあな、まあ、それはなるほど、なるほどと思うよね。うん。群発頭痛もな。確かに、群発頭痛という。あ、何回も言うけど、もう別に訴えたいんやったら、訴えてきたらいいよ、群発頭痛の件で。大津さんさ、もう、俺、嘘やと思ってるんだよ、俺。群発頭痛に関しては。100% 嘘や思ってますんで、私は。全く信じてませんので。うん。もし、ね、あれやったら、ちゃんとした頭痛外来とか、その、専門医の診断書を見せてくれたら、ごめんなさいって言うかもしれんけど、それで訴えるって言うんやったら訴えてきたらいいけどさ。うん。今のところ、そういう証拠とか見えないので、群発頭痛は嘘やと思ってんねんけど、嘘つくよね。やっぱ嘘つくよね。だから信じてもらえながら本当のことを言っても信じてもらえないし、黙ってたら黙ってたで、なんか、あれやし、ちゃんと弁解しても信じてもらえないし、みたいなこと、嘘だって言われるし、っていうか当たり前やっちゅうんだから。嘘ばっかりついてないんけだから。嘘ついてないからしゃあねえんけ、そんなもんよ。いろいろな、ほんまにな、そういうことですよ。どうした？嘘ついてるから信じてもらえないんだ。いや、なんかもっとやら、嘘じゃなくてやらかしてるから信じてもらえない。嘘、だから普段から嘘ついてるから信じてもらえへんだっけ。当たり前やんか、そんなもんさ。なんか信じ、群発頭痛、だからもらってないけどもらって。てるとかさ、うん、で立花は逮捕されま、立花氏は逮捕されますもそうやんか、嘘やんか全然、うん、立花陣営には不正がありますも全然ないやんか、うん、うん、なんかまあそら、ね、稲荷ちゃん可愛いねはさすがに本当かもしれんけどさ、それはまあ信じられるけどな、まあそれでもそれも疑わしいって言う人もいるかもな、ほんまに可愛い思ってんのけとか思って、そこだけ。信じてもらえるの、まあ、確かに稲荷ちゃんは可愛いからさ、稲荷ちゃん可愛いね、稲荷ちゃん可愛いねって言ってる分、稲荷ちゃん可愛いだけ、それはまあ本当なんかなと思うけどさ、まあ、そういう以外のことは全然信じられへんぞ。ああ。なんか今でも選挙出ますって言ってさ、なあ。そう、あ、そう、この間のあの弟子タイムで言ってたんですけど、あれは何を言ってたわけ？あのですね、うん、こうテレビで最近そのね選挙があるから、うん、こういろんな党の代表の方とかが、うん、いろんなところで街頭演説っていうんですか、あ、街頭演説、ね、そうしてるじゃないですか、うん、それがニュースであってたんですよ、あ、もうやってんやね、そのなんかこうどこどこで誰々何々党の誰々さんはどこどこで街頭演説、もう やってもええ頃やもんな、うん、街頭演説の、でそれが例えば、まあ例えば自民党なら自民党だったとして、うん、そしたら次立憲民主党は何、うん、どこどこでやりました、う
したら次他どこだっけ、維新はどこどこでとか、うん、令和はどこどこでっていうのがこう、うん、なんていうんですか、特集みたいにこうまあまあやるよね。そう、次々いろんな党の人が移ったんですよ、うん、でそしたらあやっぱりこういうのに民族党は出ないんだって思ったんですよ。出ないでやってたら出たかもしれんのにな、うん、だから、うん、あやっぱりその選挙に出ないんだなって改めてなんかこう前もさ俺も石破が、うんうん、石破さんって呼んだ方がいいんじゃないですかって言われる、うんうん、石破は石破やねん俺の中でよもうしつこいわけだよ勝ってるよ石破は石破って呼ぶねん俺は石破やからっていう話をしてた、まあ、うんそれはええねんけどさ、うん、で石破が総理になった時に、うん、直後ぐらいにさ各党の党首とか代表にさ、うんうん、話聞いてたインタビュー俺もジムでうんうん、こう有酸素運動してる時に釣ってるテレビでさ、うんうんまあ、字幕で、まあ、同じような字幕出るから分かるんやけど何言ってるかさ、そうそう、ほんでだ自民党あ、まあ、自民党はないのかだから、うん、なんか立憲民主党とかさ、うん、社民党のみずほとかさ、うんうんうんまあ、山本太郎とかあったんかな、まあ、で最後なんか参政党の神谷っちとかさ、うんうんうん、出てきてさあ参政党の神谷さんまでやるんやと思ってさで、うん、俺ドキドキしてさ来るかな。そう来るかな。そう弟子も思ったやろ。次来る。思ったんですよ。次来るかな。で街頭演説じゃないにしてもさ。そうなんですよ。なんかインタビューぐらい来るかなとかね。来るかなとかね。来ねえ。CM 行ったみたいな。来ねえみたいな。CM は CM は行かへんか直接。うわスタジオ戻ったみたいな。そう。来ねえわやっぱりと思った。でそれでまた弟子はテレビあんまり見ないんですけど、うん、そうたまたまジムで映ってたんだ。俺もたまたまやだからそれだったからなんかまたあ、まあ、これからもそういうことあるんじゃない、うん、なんかあドキドキするよね、うん、あ来るんかな来るんかなと思うよね、うん、そう思ってしまう、うん、というかそういう気持ちでテレビを見てしまった弟子は末期ですかっていう話をしてたみんな末期やからこの界隈だから弟子だけじゃなくて俺も来るのが来たらおもろいやろな来たらおもろいやろな来い来いだから来るかな来る来い来い来いと思ってんのだからパチンコのさリーチかかってさ77って揃ってさ7来い7来い7来いみたいな感覚なんだから来い来いが外れたみたいな感じシーンがパチンコや弟子はパチンコやったことないやろうけどさ でもなんか分かるやろな感覚としてはなんとなく分かるよ聞いたことある感覚として分かるやろなんか来い来い来いってあーっていう感覚なそれよギャンブルと一緒ギャンブルと一緒うわーやっぱり来へんかみたいなあるよねやっぱしほんまそういうとこだからさ選挙どうすんねん大体選挙どうするかもさだまあどっこもさなんか選挙出ますとかまあ一応今は言いかけてんのか、うん、でそれもさなその街頭演説することによってさ、うん、出ますっていうことも表明するわけやんか、うん、なんか事前にさ出まなんかその事前の街頭演説では具体的なこと言ったらあかんからなそのまあなんかそういなんかふわっとした演説をするわけよ、うん、でもそれはふわっとした演説をするっていうことはさもう選挙出ますよっていうことをもうなアピールしてるわけよ要するに、うん、もう日本保守党百田さんとことかもでもやってんのにな何やってんのマジでほんまに大津様は何やってんのほんまほんまに思わなんてな疎い弟子でもなんか思うやろなんか何やってんのこの子にもう7日やで今出るかどうかもまだ言ってないんやで誰が出るかとかさ、何人出るかとかさ、どこの区で出るかとかさ、ほんまに大丈夫か？まあ大丈夫じゃないとこが、まあおもろいって言えばおもろいんだけどな。まあっていうわけで、まあそうやってね、なんか違うって否定する人もいましたけどね、もう俺は史上最低の国政制度やと思ってますんで、俺も。うん。だいぶ前にも言ってましたけどね、なんか、社民党とか令和の方がもっとひどいとか言ってるね、人いましたけどね、何言ってんの？ほんまに。一応選挙を通じて、議員を出してるっていう意味で社民とか令和のがマシです、うん、思想は全然俺から賛同できんで言うとくけど、うんうんうん、民族なんて選挙すらやってへんねんねどっちがマシか言ったら社民とか令和のがマシに決まってるやろ何言ってんねん以上ですはーい